はい、会場の方はですね、このイベントの最後の方に答え合わせをしていただきますので、皆さん最後までお楽しみにということでございます。ちなみになんですけど、先ほどの実力テストの順位付けについてなんですが、同数の正解者がいた場合はですね、1問目からの連続正解数ですね。1問目からの連続正解数で、はい、ファンクランを順列をさせていただきますので、で1問目はどっちも間違ってたから2問目かなみたいな、はい、正解数そうですね、はい、基本的には正解数あとはそんな褒めることないはい、次の教科にそろそろ参りたいと思いますが、先ほど3時間目社会でございます。さあ、こちら例題ございますので例題を見ていきたいと思います。はい、例題です。はい、何の売上数について求めたグラフか答えなさい。はい、8月4日のオリジナル問題となっております。はい、そうですね、コンビニエンスストアのデータより抜粋してまいりました。8月は50個しか売れない。そうですね、秋がピンクでしょ。10月は売ってるものしかない。いや、でも売ってるのは売ってるんだよ。焼き芋、いや、焼き芋ではないです。なんか資料さん、正直、10月に売れるっていうのは僕も意外でした。あれじゃないの？はい、肉まんとかじゃないの？肉まん、まあ、冬か、ちょっと近い、近いというか、おでん、おでん、おでん、はい、そうなんです。売ってるイメージがない。8月売ってるんですよ。売ってるんだ。はい、最近冷たいのか。ということで答えおでんなんですけれども、まあ、こんな感じで、まあ、コンビニエンスストアからのデータだとか10月が多くて、でしかも8月から1月までのデータしかないとかね、はい、あとはまあ個数だったりとかそういう細かい部分を分析してですね、この表とかグラフがですね、何を表している、この問題についてですね、何を表しているのかというのを、書いていただければというふうに思います。そんな問題が、はい、3問ですか。はい、3問出題されますので、はい、こういうのも3問もすごいドキドキしますね。全部取ろう、振り返り、どの負けるのか。はい、こんな感じの問題ですが、よろしいでしょうか。はい、いいですか。はい、それでは本問の方に入っていきたいと思います。まず1問目です。問題、何についてまとめたグラフか答えなさい。はい、というわけでね、考えていただきましょう。はい、というわけで、ね、渋谷教育学院渋谷中学入試問題を、開題して出題しております。棒グラフと、はい、折れ線グラフがありますね。取れない、順が違う。東京都中央卸売市場のデータでございますね。そうですね、単位とかにもね、結構これしか買わない。でも、私は買ってます。はい、どうでしょうか。取り扱い数量が少ないから説明しましたね。ちょっと待って、ちょっと待って、もうちょっと、いいね、これ。じゃあちょっとヒントを、はい、はい、12月に注目、棒グラフとかね、棒グラフの方の12月にちょっと注目してくれるとなんか出てくるかもしれないですね。でも、答え言わないように気をつけてくださいね、お客さん。こんなに変わるの？そうですね、全然取れないってことですよね。
そうですね、取り扱いか、取り扱い、そうです、取り扱いが扱い、取り扱いなの、取り扱いか、わかんない、なんでしょうか、わかんないな、はい、まあ何か決め出してください、はい、さっきのヒントで考えるしかない、難しいですね。はい。取り扱わないの？あの、何回違う？はい、では会社に。ありがとうございます。あまりにも幅が、そう、あそこまで行くのも。そうなんだよ。そうなんだよ。問題は。で、むしろ12月に価格上げちゃいいのになるってことね。また来た、えだな、みんなこれは何系にしました、魚介、魚介系にしました、俺も魚介じゃない、俺も魚介じゃない、え、さてじゃあ答え見ていきましょうね、はい、それではですね、まず、久喜田くんの問題から、いや、わかんないよ、はい、久喜田くん、こちらです。カキ。カキ。ああ。でも、めちゃくちゃ大きい。1キロ500円みたいな。ああ。カキ、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 あの、貝の方ですね。貝の方ですね。海のミルク。夏は確かに基本、あんま取っちゃいけないって聞いたことがありますね。1キロ1000円割ってるっていうか。そうか。なんか海外のオイスターとかから。割ってんのか。ではない、はい、あ、すごい違うわ、4月5月まで行ってたもんね、うん、春ね、まだ春先まで行ったもん ね、はい、あ、違うわという市場の問題、市場の問題です、そういうね、これ1月に、そう、12月末からだなと思うんで、ただ4月5月はもう時期じゃないんですよ、あれも6月はね、そうなのよ、僕が書いた答えだとそんな急に下がったっけ、そんなセミキノコのお二人ですが、はい、答えが同じだった、さあセミキノコのこと、に考えたらこれしかない、見ていきたいと思います、お二人お答えこちらです、おい、さあ、というわけで、もう改めてグラフの方を見ていきましょう、12月、はい、以上ですね、はい、そうなんですよ、12月はクリスマスがあるので、クリスマスケーキのため取り扱い量がちょっと多くなる、ちょっとというか多くなる、けど、あんなに取り扱わないんですか、そうですね、確かに最近ね、ないわ、そう、全く、ないわ、ヨガさんって野菜本当にあ、そうなんですか、じゃないんだ、いや、もうやばい、ちょっといや、俺これ何がいいから分かったよ、はい、だっていちごまで死ぬほど好きなんですよ、やばい、楽しいね、これ、はい、こんな感じですね、はい、お客さんも考えていらっしゃると思うんですけれども、なるべく、あの、これかな、これかなっていうのはよろしくお願いします。はい、はい、というわけで、ホワイトボードを返されまして、でも12月にそんな値段上がったんですね、確かにもうちょっと上げてもいいもんね、確かに ね、うん、値段自体がそんなに上がるんですね、10月が一番高い、意外ですよね、はい、確かに意外だね、はい、というわけでね、隅々まで、ね、情報を見ていただければと思います、はい、はい。